トーマス・ビウィック・著、英国の鳥類史より面袋の版画木口木版は木版画の技法。製版の際に画像、または画像の素材を木材ブロックの横断面に加工する技術である。18世紀の終わりにイギリスで生まれた技法で西洋木版とも呼ばれる。日本人作家には、郷田清唐沢仁小林啓生などがいる。 木口木版は印刷者が木のブロックの表面にインクを塗布し、比較的弱い力で印刷する突板印刷である。対照的にエッチングは印板に銅板を使用して強い力で印刷する黄板印刷である。これはインクが濃くつまり削られた領域を満たすため、印板は徐々に腐食し潰れていく。結果的に木版は銅板よりも耐久性に富み、 独特の白と黒の階調に特徴がある。掘り板に用いるブロックサンドバッグとビュラン木口木版の技法は18世紀の終わりにイギリス人の版画家トーマス・ビュィックが開発した。彼の作品は2つの点で以前の木版画とは異なっていた。第一に正版にナイフなどの木彫りの道具ではなく同版彫刻用のビューランを用いた。これにより より細く繊細な線を彫ることができ、構図に大きな暗い領域を作ることができた。第二に印板として木材の横断面である木口の部分を使用した。それまで印板には柔らかい板目が使用されてきたが、木口を使うことによって高度と耐久性が増し、より繊細な画像が得られるようになった。19世紀の第1四半期には印刷機器に 急速な機械的改良が加えられていたが、木材のブロックはそれらの新しい印刷機にも対応できた。ブロックは活版印刷版と同じ高さに製作されて合成された。そのため、版がほとんど劣化することなく、イラスト入りページの何千ものコピーを印刷することができた。この新しい木版画法と機械化された印刷プロセスとの組み合わせは19世紀の イラスト技術の発展と普及に貢献した。さらに、ステレオタイプ印刷の進歩により、木版画を金属に複製し、大量生産して印刷業者に販売できるようになった。19世紀半ばまでに多くの木版画がカッパープレート版画に匹敵した。木版画は、エドワード・カルバートなどの19世紀の版画家によって大きな効果を発揮し、 20世紀初頭から中期にかけて、エリック・ギル、エリック・リバー・リアス、ターザ・ガー・ウッドなどによって目覚ましい成果を上げた。現在ではあまり使われていないが、木口木版は21世紀初頭には、挿絵の高品質な専門技術として再評価され、毎年ロンドンと他の英国の会場で展覧会を開催している、木口木版協会によって進行されている。 15世紀と16世紀のヨーロッパでは木版画は版画と印刷の一般的な技法だったが芸術的な媒体としての使用は17世紀に減り始めた当時の木版画は新聞や年間などの活字の突版印刷用であり挿絵や芸術的な版画の印刷には黄版が使われ活字とイラストはそれぞれ異なる版と技法で印刷されていた現代の木版画技術は 18世紀の終わりから19世紀の初めに英国人トーマス・ビウィックの作品によって発展した。ビウィックは一般的な規範画で使用される柔らかい木材ではなく、杖などの硬い木材を使い、木材の側面ではなく、木口に彫刻した。彼は硬い木材に適したナイフとして V 字型のカッティングジップを備えたビューランを使用した。ビウィックは 以前の木版画家が銅版画の彫り跡を黒くする効果を模倣する試みを断念した。彼は木版画の発明者ではなかったが、彫り跡が白く残る木版の効果を自身のデザインの基礎とした。19世紀に入り、ビウィックの技術は特に英国で徐々に広く使われるようになった。さらにその技法はアレクサンダー・アンダーソンによってアメリカにもたらされた。 アンダーソンは、ビウィックが版画に木を使用していることを知るまで、金属を使用してその技法を模倣し、ジョセフ・アレクサンダー・アダムスなどの学生たちに、それを伝え、木口木版はさらに発展していった。フランク・レスリーズ・イラストレーテッド・ニューズペーパーの1883年版、表紙。このような大判のプリントでは、複数の版画家が、分担作成したブロックを組み合わせている。 1820年代以降、版画家はこの技法によって、微妙な明暗を表現するだけでなく、フリーハンドでの線描も行った。しかし、ブロックの木口だけを使うのは、多くの点で不便だった。なぜなら、それまでの版画家は、画家のドローイングの印刷可能な線を作成するために、ブロックのあらゆる面を使わなければならなかったからである。それにもかかわらず、これは、 木版画の最も一般的な技法となった。例としては、パンチの漫画、イラストレーテド・ロンドン・ニュースの写真、ルイス・キャロルの作品におけるジョン・テニールのイラストなどが挙げられる。米国では、ハーパーズ・ウィークリーなどの木版画による出版物も,も定着し始めた。イラストレーテド・ロンドン・ニュースの製版部門を率いていた、イギリス生まれの版画家、フランク・レスリーは、 1848年にアメリカに移住し、製版における分割作業方式を考案した。まず単一のデザインが網目の線に分解され、版画家は正方形に彫るようになった。次に、一つの画像をいくつかのブロックに分割した。なお、フランスでは、色の濃淡を確実にするために、ラミセイエヌトレーンと呼ばれる工夫を行っていた。これは、 印刷時の圧力を高めるためにボール紙などを用紙のもとに敷くことである。ちなみに、ビウィックは、印版の最も明るく表現される部位をわずかに低く作ることによって、これを実現していた。これらの方式は、南北戦争のシーンを描く際に駆使され、ハーパーズと競合した彼の雑誌、フランク・レスリーズ・イラストレーテッド・ニューズペーパーの基礎を築くことになる。 ギュスターブドレ、キリストの卓形線によるグラデーションの例19世紀半ばまでに金属に木版の印板を再現できるエレクトロタイピングが開発された。これは木版を石膏で型取りして鉛の金属印板を鋳造するもので、この方法により木版画を大量に複製することができ、オリジナル木版の摩耗を防ぐことができた。それまで掘り板に携わる版画家は、 木材の表面に直接絵を描くか写す必要があり、オリジナルのアートワークは版画家たちによって破棄されていた。しかし、版画家のトーマス・ボルトンは1860年に写真をブロックに転写する方法を考案した。ほぼ同時期にフランスの版画家はクロスハッチングをほぼ完全に消去する修正技術を開発した。しかし、その代わりに、 あらゆる色調のグラデーションが様々な太さと近さの白い線によって表現され、最も暗い粒子に分解されることもあった。この技法はギュスターブドレの後年の木版画に登場する。19世紀末にボルトンの木版の写真製版のプロセスとフランスの学校で始められた技術者養成により、線ではなく水彩で図面を再現する技法が生み出され、木版画に 新しい技術がもたらされた。これは1890年代のストランドマガジンのイラストに示されている。20世紀に入ってハーフトーンのプロセスが改善されると、この種のリプロダクションは時代遅れとなったが、それほど洗練されていない形で、1930年頃まで広告や貿易カタログに使われた。これらの伝統的な技法と新しい技術とが両立し、 1800年代後半には、ジョセフ・クローホール2世や、ベガースタッフ・ブラザーズなどによって、木版画は、創造的で自由な発展を遂げた。ティモシー・コールなどは、伝統的なタイプの木版画家であり、センチュリー・マガジンなどの雑誌からの依頼で、美術館の絵画のコピーを作成している。ビウィック製作のインバン活字の組み替えが可能上から、見た、インバン。 男性の左隣の円形部分が修復されている。インバ板ンから作成されたプリント。修復部分は男性と犬の間の右側に示される。木板ブロックには通常、杖、またはレモンウッド、チェリーなどの紅葉樹が使われる。版木に使われる木目調のブロックは木の幹、または大きな枝であり、購入には費用がかかる。そのため、 現代の木版画家の中には PVC または樹脂製の代替品を MDF に取り付けて使用するものもいるが、これでも木材とほぼ同様の結果が得られる。ブロックはサンドバッグの上で作業される。これは版画家が切削工具の最小限の操作で曲線または起伏のある線を作成するのに役立つ。彫刻刀にも様々な種類がある。 両系グレーバーは、ビビックの時代の同版画家が使用したビュランに似ており、陰影の効果を得るために、様々なサイズが使用されている。他には、細かい起伏のある線のための、スピットステッカー、湾曲したテクスチャーの、ラウンドスコーパー、広い範囲を掘るための、フラットスコーパーがある。また、最近の版画家は黒版にレーザーを使用し始めている。 木版画は一般的に白と黒の技法であるが、少数の木版画家は現代の印刷における四色プロセスと並行して原色の三つまたは四つのブロックを使用してカラーで作業する。ただし、これを行うにはブロックを位置決めする必要がある。一目で世界一周ホルチューネメオール国。ありがとうございます。